これは琥珀の相馬。ちくしょう、二人はどうなったんだ。落ち着きなさい。相馬リンクはまだ途切れてないわ。チンク、琥珀。大丈夫、俺も琥珀も無事だよ。おい、なんかやべえぞ。磁石崩壊。コアを破壊されたガルデニアが自分自身を吸い込み始めたのです。緊急離脱だ。数分でガルデニアは自らを食い尽くし空間ごと消滅するぞ。とどめを刺していくか。フリード助ける気か。こいつがどんなやつか分かってるだろう。分かってるよ。クリードは一人ぼっちの俺なんだ。ずっと俺の中にいた。誰の思いにもスピリアを開かった。もう一人の俺なんだ。じいちゃんと母さんの信頼に気づかず琥珀やみんなが支えてくれなかったら俺もクリードになってた。だから見殺しになんてできないよ。チング・メテオライト、貴様はどこまでぬるいのだ。こいつ、チングの気持ちがわからないの。バカな、意味がないのだ。私の寿命は間もなく尽きるのだから。なあ、その前に何としても全てを取り戻したかったが叶わぬようだ。相馬使いどもよ、恥を承知で頼む。フローラをこんな状態にしてしまったが、彼女を連れて逃げてくれ。2000年も一人ぼっちだった彼女を、どうか一緒に。クリード、お前はもう良いのだ。早くお行き。まったく、2000年経っても君は私を子供扱いするのだな。行こう、シング。行きましょう。これがクリードとフローラさんの選択なの。でもクリードは離してよ、コアク、イネス。バカ野郎、諦めんな、クリード。リチアよ、よくもあんな暑苦しいやつを連れてきてくれたな。はい、決して諦めず閉ざされない、強く温かいスピリア、あれこそが理想世界を。いいえ、人が人と生きる世界を輝かせる源なのですわね、フローラ姉様。私ではフローラを救えぬわけだ。いいえ、あなたと共にあることこそ姉様の救いなのです。あなたがそうであるように。さようなら、フローラ姉様、クリード兄様。
なんと美しく、なんと温かい。そうか、こんな簡単なことでよかったのだ。なあ、フローラ。